าษาญี่ปุ่นน่ารู้กับจิเรกุมิคำว่าอร่อยในภาษาญี่ปุ่นคือโออิชิว่าแต่พลอยจะพูดให้สุภาพโดยเติมคำว่าเดฟไปด้วยได้ไหมคะโรยจังสุดโอ้ยว้าชิสุดโอ้ยいや参りましたいや先生の僕たちが教えるべきことをですねプロイちゃんの方から質問されてしまいましたねいやプロイちゃんの言う通りおいしいにですをつける方がより丁寧な表現になりますので、しっかりと覚えていきましょう、うん、ではプロイちゃん早速やってみてくださいどうぞค่ะเราจะพูดว่าอร่อยในแบบสุภาพได้ว่าおいしいですプロイちゃん先生やもんなおい、見ないのかじゃあね、うん、まだプロイちゃんも知らない言葉があると思います、うんはい、プロイちゃん、他にどんな言葉を知りたいですかค่ะ、พลอย คิดว่าสำหรับคนไทยแล้วมันสำคัญมากที่เราจะรู้คำว่าสนุก日本人だって having fun は大切ですけど確かにこの言葉も日本語で知っておくといろんな場面で使えますからね では、早速の日本語はズバリ楽しいと言います簡単でしょプロイちゃん早速やってみてください楽しいどうぞ本は楽しいในภาษา日本語は楽しいใช่ไหมคะはいでは楽しいをより丁寧な表現にしてみましょう日本語で何と言いますかプロイちゃんプロイちゃんならもう分かりますよねค่ะถ้าเราจะพูดให้สุภาพเราต้องเพิ่มคำว่าเดสจะพูดได้ว่าทาโนชิอิเดสค่ะではもう一度楽しそうな雰囲気で早速繰り返してみましょうどうぞค่ะถ้าเราจะพูดให้สุภาพเราต้องเพิ่มคำว่าเดสจะพูดได้ว่าทาโนชิอิเดสค่ะはいとてもよくできましたディマー楽しいですと日本語で、しっかり覚えておくとですね、日本を旅行した時にですね、いろんなところで使えますので、ぜひ皆さんも覚えてやってみてくださいね。ではまた来週。โอเค、では明日の朝、我们来学日本语。跟团呢，哈，拜拜。ซับตะไคร้โอ้ไม่ใช่ซับสกระไคร้